あら、お久しぶりです。今日はぜひ話を聞いてもらいたいでござる。おお、自信たっぷりの顔をしているのだ。どうやら何か答えを見つけたようですわね。ジェニファーたちは忍者になるために日本に来たです。とは言っても忍者になる方法がわからなくて、マック氏を困らせてしまったでござる。いいのだ、別に気にしてないのだ。でも今は違うです。ジェニファーたちは忍者になる方法を見つけたです。日本文化を支える人たちはみんな陰で努力をしていたでござる。それこそが忍びのスピリットと気づいたです。誰も見ていないところでも努力と熱意を持ち続ける、その心があれば人はいつでも忍者になれるでござる。うん、忍びという字は心に刃と書くのだ。心臓に刃を向けられても動じず冷静でいる忍びとは、そんな強い心を持つものなのだ。二人はそんな心を身につけたみたいなのだ。でも二人が本当に忍びになれるのか、満腹黒丸ちゃんが見極めてあげるのだ。オッケー、ぜひお願いするです。かぐや様。わかっています。ジェットレースですわね。そうなのだ。ジェットレースに始まり、ジェットレースに終わる、これぞ日本のワービーサービーです。エミリーたちが忍者になれるってことをレースに勝って証明するでござる。厳島公園、緩やかなカーブからの後半の急カーブ、沿道からの応援を力に変えて駆け抜けろ。市外での観客の華やかな声援と自然あふれる落ち着いた公園を同時に堪能できるものの、うかうかすると敗北一直線。盛り盛りだ。シュ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 シ
スピードを上げます。二人ともすごいのだ。すっごく成長してるのだ。ですが、私たちだって同じです。負けませんわ。疾風陣雷、超絶怒涛の走りを見せるでござる。イエス、レッツゴー、マッチマンスピード、サプライズをお見舞いでござる。これは素敵なサンティ。操縦は任せたでござる。満腹黒丸ちゃん、任せるのだ。サプライズをお見舞いでござる。よくやりきます。黒丸ちゃんに任せるのだ。お見事ですわ。私たちの乾杯です。見事な走りだったのだ。満腹黒丸殿、ジェニファーたちは忍者になれるですか？さっきも言ったはずなのだ。忍びという字は心に刃と書くのだ。今レースをしてみて分かったのだ。二人の心は何があってもくじけそうにないのだ。だからもう二人は忍者と言ってもいいのだ。本当でござるか？昔は忍者になるにも厳しい制約があったのだ。でも今は忍び協会の推薦があれば誰でもなれるのだ。ちなみに黒丸は忍び協会で青年部のリーダーよ。黒丸の推薦があれば何の問題もありません。ということは、エムリーたちやったでござるよ。すごいです。本物の忍者になれるです。そんなに喜んでもらうとこっちも嬉しいのだ。では忍者の次は何を目指すでござる？そうですね。え？時代劇なら侍同心町奉行、アニメなら魔女っ子に超能力者に得させたわ。なりたいものはたくさんでござる。でも忍びの心があればきっと何にでもなれます。ということだそうよ。満腹黒丸ちゃんとしては複雑なのだ。でもきっとこれがこの二人のいいところなのだ。だから好きにするといいのだ。
て一件落着。トゥモローもベリーベリーハッピーな日にするでござる。です。早くレースで試したいね。